かやです。スケーター、モデル、俳優やってます。スケボーを始めたきっかけは、ドッグタウンっていう映画を映画館に見に行ったんですけど、その時にそのスケートボードっていうものをもうカルチャーとして受け入れたのが、その時衝撃で、なんだこの世界はっていうので、まずのめり込んだのがきっかけかな。普段は地元が横浜なので、一番近いスケートパークが新横浜のスケートパークで、よく滑っています。トリック決める時の気持ちっていうのはぶっちゃけないかもしれないですね。でストリートとか滑る時は1分1秒でも早く決めるために一発目からもう乗りに行くっていう気持ちでやるんですけど、基本滑ってる時は何も考えずにラフに滑ってます。スケートの仲間はスケボー始めると友達も誰もいないんですよ。なんで一人でがむしゃらにやるんですけど、やっぱ毎日のように行くと誰かしらやっぱ見たことある顔の人たちがいたりとか、それで自然に話すようになって、気がついたら一緒に滑るようになっての繰り返しなのかなと。でもその中でやっぱり気合う合わないとかも出てくるので、その中で大輔は一番気合うので、よく一緒に滑ってるし、スケボー以外でも遊ぶことはめちゃくちゃあります。かやとのつながりはもう本当スケボーぐらいしかなくて、遊んだりもするんですけど、基本本当にスケボーばっかっていうか、もう新横に行けば連絡をしなくてもいたりするんで、そこで結構自分はカメラ持ってカヤの滑りを撮ったりとか新横でよくしてますね。あとは大輔の刺激をもらって、やっぱめちゃくちゃうまいんで、そのうまさを見て盗んでの繰り返しで、やっぱ大輔と滑ってると上手くなったりもするし、力もらったりとかもするので、結構支えてもらってるって感じですかね。新しい技いきなりメイクされて、ポンってクラッターみたいな感じで、そっから俺も頑張ろう。なんかライバルっていうよりもう本当に楽しく一緒に滑って、もうじゃあ何かストリートで映像を残せたっていう時はもうみんなでわーって喜んでっていうのが、やっぱ好きだからこそ一緒にいれるのかなとは思います。バック使ってみて一発目に思ったのは、背中のフィット、普通のリュックって背中にパッドが入ってないんですよ。マンハッタンの背中にパッド入ってるんで、スケボーしてる時もずっと背中にフィットしてるので全然気にせず滑れてて、